本日東京競馬場にて注目の G1 レース第72回安田記念が開催されます。コースは芝 1600m、 発走時刻は15時40分です。東京競馬場で行われる5週連続の G1 レースもいよいよ今日が最終戦。春のマイル王の座に輝くのはどの馬なのか、結果を左右するお天気にも注目です。ではまずいただいておりますリポートをご覧ください。東京都府中市競馬場のエリアにいらっしゃる方からのリポートです。薄雲はありますが日差しもたっぷり届いていますとコメントをいただいております。今は日差しもあるようですが発走時刻のお天気はどうなるでしょうか。こちら予想を見ていきますと府中のあたりはグレーになっていますね。曇っていて、まあ、もしかすると雨の可能性もありますので油断ができないお天気になりそうです。では続いて気温も確認していきましょう。府中の気温、最高気温25度予想、15時ごろも、まあ、25度少し下回るくらいで動くと少し汗ばむような体感になる方もいらっしゃるかと思います。東京競馬場の最新気象情報はお天気アプリウェザーニュースのスポーツ天気からも確認できます。ぜひご活用ください。